I know he wish he can have it again. I wish I could make a better pass. You know, but you just live with it. What's going on, guys? ダンク村下です。もう世界中のレイカーズファン今って感じだと思うんやけど、いやー勝てる予感はしとったんやけどね、ダメだったね。今回はマイアミヒートとレイカーズのファイナル第5戦ってことやったんやけど、マイアミヒートがジミー・バトラーの大活躍によってこの試合を制したね。ジミー・バトラーは35得点、12リバウンド、11アシスト。試合はね、終始接戦あったんやけど、最終的なスコアは111対108で、これでシリーズはレイカーズの3勝2敗になったね。ジミー・バトラーはね、もうこの試合ほとんど出とって、試合後にこう、もうぐったりして、サイドラインのボードに体預けとるシーンが印象的やったね。もう全てを出し切ったみたいな感じで、チームのセンター、バマデバーも、あれがジミー・バトラーだと、うちの最強選手だと。彼がねやってくれたね。レブロン・ジェームスもすごく調子良かったんやけどね、今回はそのレブロンをさらに上回ってきたね。このレブロン・ジェームスも大活躍で40得点13リバウンド7アシスト、3がよう入っとったよね。6本の3成功で、完全にねもう今回の試合で決めようとしとったのは見とって分かったよね。ただ一番最後のレイカーズの攻撃はファンの間ではもちろん選手の間でも多分タラレバが残ったシーンになったよね。まずこうレブロン・ジェームスが突っ込んでって、一応ゴール下まで行ったんやけど、その時もマイアミヒートの選手に囲まれとって行くんかなと思ったけど、ダニー・グリーンにパスを出したと。まずこの点について、この時レブロンは行くべきだったとか、いやあのパスでよかったとか、いろいろ意見が出とるんやけど、俺的にはね行ってほしかったね。もうあれが最後やったから、ファールもらっとった可能性もあるし、ゴール下まで行っとったわけやから、まあ疲れとったってのもかなりあると思うんやけど、こうレブロン・ジェームスのポイントガードとしての本能がね、完全にオープンだったダニー・グリーンへのパスを無意識に出させたのかもしれんよね。結局この後ダニー・グリーンはね完全フリーのスリーポイントを打つんやけど、このシュートも外れると。もう惜しいとかじゃなくて、もう完全にリングの真ん前に当たって外して、試合後にジミー・バトラーもこのシーンについて話しとって、あれはヒートのディフェンスが悪かったけど、あのシュートは外れてくれてラッキーだったと。だからヒートとしてもあんな風にレブロンに群がる予定じゃなかったんやけど、やっぱりこうレブロンの気迫がディフェンスを引き寄せたんやろうね。まあどっちにしてもこの場面でダニー・グリーンはドフリーのスリーを外して、そしてレブロン・ジェームスは彼はダニー・グリーンのことを信頼していたからパスを出したと、こう話しとって。でもまあダニー・グリーンもね、このシリーズずーっとスリーポイントが安定してる感じはないけど、こうずーっと見てるレイカーズファンからしたら、もういい加減に決めてくれよと、そこぐらい決めてくれよと、そんな気持ちよね。でもねこの後ねリバウンドを取ったよね、マーキフ・モリスが。そしてこの後もまたタラレバが残るシーンに繋がっていくんやけど、マーキフ・モリスがオフェンスリバウンド取った瞬間にアンソニー・ディビスはゴール下に寄って、でもそこねヒートのディフェンダーも何人かおって、でも右サイドにはレブロン・ジェームスがドフリーでおったんよ。見えてなかったんかな、何を思ったか。マーキフ・モリスはアンソニー・ディビスにパスを出して、もうこれがとんでもないとこに飛んでって、ターンオーバー。まず一つはもちろんレブロン・ジェームスが完全フリーだったから、そこに出していたらおそらく今回のレブロンだったら決めていただろうと。クラッチには滅法強いしね。そしてもう二つはパスがもう惜しいとかそういうレベルではなくて、もう全然違うところに出していたから、まあ緊張もあったんやろうね。すごいこうネットでは今回のマーキフ・モリスはあの2年前の JR スミスのやつよりもひどいと。あの試合もね、試合終盤 JR スミスがオフェンスリバウンド取ってすぐにボールを出したら誰かがシュートを打てたんやろうけど、同点と勘違いしとってドリブル突き始めてとんでもないミスを犯したよね。だから今回もそれに匹敵するミスになったと言われてるんやけど、まあレイカーズとしてはいろんな意味で悔いが残るシーンになったよね。あとマイアミヒートは7人の選手しか使ってなくて、この7人をローテーション使ってぶっこんできたんやけど、その中でもダンカン・ロビンソンね、よかったね。26得点で確か3ポイントも7本、ケンドリック・ランが14点で、バマ・デバヨが13点、タイラー・ヒーローが12点、ジェイ・クラウダーが11点、アンドリー・グダーラは得点はせんかったね。いいディフェンスはたくさんしとったけど、あとアンソニー・ディビスの足の怪我も心配やね。左足のかかと？それでも彼は28得点、12リバウンド、3ブロック。KCP も活躍した。16得点。彼は最近調子いいね。だけどその他の選手が今回はあまりダメだったね。カイル・クズマは7点、3は4本全部外して、シュートの成功率は 30%。そしてレジョン・ロンド、4得点、5アシスト、5リバウンド残したんやけど、シュートの成功率が7本中1本。この辺が調子悪いのも苦しかった。ロンドは今回初めて調子が悪かったんやない、復帰してからここまで極端に調子悪いことなかったもんね、プレーオフロンド。そして今回はこのマンバジャージを着てプレーオフで5回目の試合やったんやけど、これまでは4勝0敗で無敗やったんやけど、今回初めてねマンバジャージで負けてしまったね。これでマンバジャージの通算成績は4勝1敗。
とまあね、今回はこういう試合やったんやけど、後の情報としてはマイアミヒートのゴラン・ドラギッチはまだ足の調子が悪いと、ジミー・バトラーも早く帰ってきてほしいと思ってるみたいで、次の試合に関してはまだ未定だと。そしてジミー・バトラーはこの試合の前半で22得点決めたんやけど、これはヒートの歴史で2番目に多い前半の得点。1位はドウェイン・ウェイドが2006年の第4戦に記録した24得点。そしてレブロン・ジェームスは今回プレーオフの試合が259試合目やったんやけど、これでデレック・フィッシャーに並んだと。だから次の試合でレブロンが最多出場になるってことか。そして今回のジミー・バトラーのトリプルダブルはこのファイナルで2回目なんやけど、このファイナルの舞台で複数回のトリプルダブルを残した6人目の選手になったと。過去にはマジック・ジョンソン、そしてレブロン・ジェームスはそれぞれ3回達成しとって、その他ではラリー・バード、ウィルト・チェンバレン、ドレモン・グリーン、彼らがそれぞれ1回ずつやってると。ジミー・バトラーが今回すごすぎたね。まあ次の試合もね、レイカーズに頑張ってもらうしかないね。というわけで今回も最後にレブロン・ジェームスの試合後のインタビューを聞きながらお別れしましょう。それではどうぞ。We got a hell of a look. We got a hell of a look to win the game, to win the series. Didn't go down. And then we got the offensive rebound. We turned the ball over. I thought, you know, we had a lot more time than I think we even thought after the offensive rebound. And you know, pass wasn't executed as we would like. But we got to be better. We just got to be better in game six.And close the series. Well, I mean, that's the beauty of the game, you know, being able to compete at the highest level, you know, and you, you take those opportunities and you live in the moment. You're trying to make plays for your team to be successful on both ends. And we were both just trying to do that and try to will our team to a victory. And, you know, he was able to, you know, make one more play than I was able to make tonight and come away with the victory.Well, if he's on the floor, I know he, I mean, he's a warrior, man. And, you know, just him being out there, you know, hobbled, you know, just brings a lot of more confidence to myself and our team. We know the nicks and bumps and bruises he's played through throughout the whole season. And, you know, we got to pick it up for him and pick it up for any one of our brothers if they're, you know, lobbying or, you know, they're not at their full strength. And that's just the makeup of a brotherhood. I've always played the game.The same way since I was a kid, and I've had success doing it. And I won't let a play here or a play there, you know, change my outlook on the game or how I play the game. I mean, if you just look at the play, I was able to draw two defenders below the free throw line and find one of our shooters at the top of the key for a wide open three to win a championship. And I trusted him, we trusted him, and it just didn't go. You know, you live with that. You live with that. And I mean, it's one of the best shots that we could have got, you know, I feel, in that fourth quarter, especially down the stretch with two guys on me, Duncan Robinson and Jimmy. And Danny had a hell of a look. It just didn't go down. I know he wish he can have it again. I wish I could make a better pass. You know, but you just live with it.